今回はキラキララメのグラデーション、簡単そうで意外と難しいラメのグラデーションを詳しくご紹介していきたいと思います。それでは今回のメインは薬指でやっていきたいと思います。まずは今回はカラー作りではなくラメジェルを作っていきたいと思います。私のお気に入りメルティーヌクリアジェルとラメをですね混ぜていきます。ホワイトラメを作っていくんですけれども、この4色を混ぜて作っていきたいと思います。ホワイトラメって単純に1色だけだと意外とですね白のカラーって出にくくって、クリアジェルに混ぜるとクリア感が強かったりとか、なかなかこう本当にホワイトのラメって作るのが難しいと思うんですけれども、合わせていくラメの種類によってしっかりとですねホワイト感が強いラメを作っていくことができますので、まずはこのパウダーソルトという本当にその名の通り塩みたいな感じのパウダーなんですけれども、もうとにかく粒子がすごく細かいんですね。細かくってこれがですねしっかりとこのホワイト感を出してくれる感じがあります。でそれにですね今度はモガブルックのアイスクイーンという、これは白の少しキラキラした感じのものなんですけれども、それもですね同じ量を混ぜていきます。そしてさらにですねピカエースのラメレインボー、このオーロラの輝きがこの白ラメホワイトラメの中でですねこう輝いてくれるので、白感を結構こうアップしてくれるような感じの役割になってくると思います。そしてそこにさらにですねこれは色ジェルのニュアンスグリッターのホワイト、これホワイトシルバーのような感覚なんですけれども、ホワイトシルバーよりさらにこうホワイト感が強いものなんですけれども、この4色を混ぜることによってこんな感じの絶妙なこうホワイトラメが出来上がってきます。ちょっとこのブツブツ感があると思うんですけれども、これくらいでやっていただくといい感じの白が出てくると思います。それではですね続いてノベルのグリッター、この2色のゴールド系のグリッターをですね細かいタイプのものと、あとはホロラメがですねミックスされているもの2色をですね合わせてグラデーションに入れ込んでいきたいと思います。これらはそれぞれですねクリアジェルで混ぜておいてください。今回作っていくものはラメグラデーションになりますので、結構ですね強めにラメ感を出していきたいので、クリアジェルと結構多めにラメですね混ぜていただくといいです。このラメグリッターがですねこうカラーを出していくようなイメージになるので、クリアが多めではなくですね本当にグリッターがまんべんなくこう塗れるような感覚でですね混ぜていってください。あとこのホロラメグリッターもですね混ぜておきます。これはですね上からこのホロ感を出していきますので、少しクリアが多めでも大丈夫です。はい、こんな感じで準備しておきます。では早速ノベルのグリッターからですね根元の部分に塗っていきたいと思います。まずはこれ平筆で根元の部分塗っていきます。だいたい私のこの爪の長さでですね3分の1ぐらいにグリッターをこう乗せていくようなイメージで塗っていくんですけれども、根元とあとはサイドの部分はですねしっかりとこうラインを作るように丁寧に塗ってあげてください。そして今回は本当にラメ感をしっかりと出していきますので、クリアな部分がですね透けるような感じでもなく、しっかりとこうラメが出るような感じで透けないようにまんべんなく塗っていってください。だいたい3分の1ぐらいまで塗っていただいたら、あとはちょっと自然にボケるような感じでこんな風にですね塗っておいてください。では続いてホワイトラメですね。このホワイトラメを塗っていくときはインパクトのフラットアートブラシ、グラデーションを作っていくときと同じ筆でやっていきます。で白のジェルをですね取っていただいて、この先ほど塗ったグリッターのところにですね置いて、中間のところですねに置いて先に向けて伸ばしていきます。今こんな風に塗っているだけでもう下が透けるような感覚がないほどですね本当にホワイトのラメが結構強めのものになるので、輝きもよくってとってもバッチリですよね。そしてこの境目の部分をですねしっかりとラメなんですけれどもしっかりグラデーションつけてあげてください。でこの上のグリッター、ゴールドのグリッターの境目がですね白からこう透けないようにしっかりとこの境目のところをまんべんなく綺麗に伸ばしていってください。この後にまだですねゴールドのところにラメホログリッターを乗せていくので、これだけのグラデーションでは終わらないのでここではやらないんですけれども、通常これだけでもグラデーションですね綺麗だと思いますので、これだけで仕上げていく場合には
のラメのグラデーションを白をですね乗せていくときに、両サイドのところを少し山を高くするような感覚でラメを伸ばしていただくとグラデーション綺麗に見えてくると思います。本当にこれだけでも本当に自然な感じのラメグラデーションで綺麗ですよね。ですがさらにここからですね、もっとちょっとギラギラにしていきたいと思います。先ほど混ぜておいたノベルのグリッターホロラメのものですね、これを先ほどベースに塗ったグリッターの上に重ねていきます。根元をさらにですねこういったホロでインパクトを出すことによってホワイト先端のホワイトラメが引き立ってきますので、こういったホロをですね引いていくとさらにこう強くこう輝きが出てくると思います。今回は私ホロとラメがミックスされているものをですねクリアジェルと混ぜていったんですけれども、ない方はですね通常通りこうラメとホロをですね混ぜていただければ問題ないんですが、このラメとホロが混ざっているものを使うことによってベースにもグリッターが入っていてこう、単純にこう3層になっているイメージになってくるので、このホロラメミックスをですね入れていく時のポイントとして、ベースのグリッターをこう消さないようにちゃんとですねグリッターも下から見える透けるような感覚でその隙間を開けながらですね、そしてホロもですねしっかり入れていくんですけれども、ホロとホロを重ねていくことによってこう斜めとか縦とかでもいいんですけれども、ホロと本当に半分ホロを重ねていくことによってキラキラ感が強くなってくるので、重ねながらこうホロを入れつつ、そしてそのホロの上にも少しこうグリッターが乗りつつというような感じでやっていただくと、本当に何とも言えないこう3層のような感じのラメの層ですかねが出来上がってくるので、クリア感も出て素敵に仕上がってきます。あとはホロをですねグラデーションに見せていきたいので、本当に一つのホロをですね先端の方にちょんとつけていただくとこう流れているような感じに見えてくるので、それもちょっとしたポイントになってくると思います。あとは微調整しながらホロの位置ですね決めてあげてください。ではこんな感じでトップジェルでコーティングしていきたいと思います。久々にこの登場のクリストリオのパーマシャイン、通常こうサロンで使っているものなんですけれども、これに私すごく慣れているのもあって、これくらいのやっぱり粘土差がですね一番この光のラインを作っていくのが上手にですね作っていけるのでおすすめなんですけれども、どんなジェルでも回数を重ねることによって慣れてきますので、1回使って試してそれで判断するというよりは、本当に最低でも 3,4 回ぐらいですね使っていただいて、その使い心地に慣れてくる感覚も味わいながらでトップジェルとかもですね使っていくメーカーとかを決めていけるといいと思います。そして今回のようにですねラメグリッターの上にこうトップジェルを重ねていくときって、ラメがキラキラしている分光のラインってすごく見にくいんですが、そして特にホロが入っているときもですね、ホロってジェルをちょっと弾きやすかったりとかしますので、そういった場合はですね2回に分けてトップジェルコーティングしていただくと綺麗にコーティングできると思います。では硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。この形の整えに関しても毎回ですねお伝えしているんですが、特に今回ですねラメグリッターを使ったグラデーションになっているので、サイドの部分必ずですね目に見えないこうデコボコ感がありますので、それをですねファイルを通してあげることによって綺麗にシュッとしたラインに仕上がってきますので、必ずファイルを通してあげるといいと思います。では整えが終わったら最後ですねツヤ出しのトップジェル塗っていきます。この最後のツヤ出し感覚のノンワイプトップジェルもですね、できるだけハケにたっぷりめにジェルを取っていただいて、多いジェルをですね拭っていくような感覚でさっさと塗っていただくと綺麗にツヤが出てくると思います。はい、では最後にですねキューティクルオイルしっかりと塗っていきます。本当にキューティクルオイルって若い時はそんなに思わなかったんですが、オイルを塗ることによって本当にネイルが生えてきますよね。はい、こんな感じで完成です。いいねと思ったらいいねボタンをお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。見ているだけでも本当に目が痛くなってしまいそうなギラギラの感じのラメグラデーションなんですが、ホワイトのグラデーションを合わせていくことによって上品に見えてとっても素敵ですよね。ホワイトラメをしっかり出して、そして根元にアクセントを出すというラメグラデーション、ラメの合わせ方、そして最後に乗せていくホログラムの乗せ方でですね、こんな見え方が変わってくると思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。
白のラメグラデーションって意外とですね、この白かなと思って購入するとちょっと透明っぽくキラキラになってしまったりと、意外と難しい白のラメグラデーションですね。そしてホログリッターを合わせていくデザインでご紹介させていただきました。ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日からお話ししている我が家のちび息子、本当に毎日のようにどんどん成長していくんですが、ここ数日ではこのおもちゃのマラカスみたいなものを手で持って振るとこう音が鳴るということを覚えたみたいで、一生懸命鳴らすんです。じゃらじゃら鳴らしてこの動いているものを見つめるという行動をするんですけれども、この見つめている姿を見ると本当に親バカだなと思うんですけれども、この子もしかしたら頭がいいのかもしれない。ただ見つめているだけじゃなくて、どんな仕組みになってどういうふうに動いているのかを考えているのかななんて、そんなふうに思っちゃうんですよね。でもこういうのって結構下娘の時とかでもそうだったんですけれども、何かこうちょっと違う行動を起こしたりとか、何かこう賢そうなことをしている姿を見ると、もしかしたら天才なんていうふうに思うのって結構あるあるですよね。そんな思いでちび息子を毎日見ているんですが、またまたそれとは裏腹に、我が家のおてんばした娘は本当におてんばさがもうマックスです。この前もサロンでお客様にネイル画像を見せようと思って、携帯のフォトの写真フォルダーを開いてみると、まさかのこれ、私の知らない間に自分の自撮りをものすごくしたみたいで、本当におてんばした娘だけは誰も教えてないのに、わざわざこうカメラを自撮り用にこう向きを向けたのか、自分の写真顔をもう何枚も何枚も、そしてもう何て言うんですか、ちゃんとポーズも分かっているかのように変顔をしてみたりとか、なんか可愛らしい顔してみたりとか、どこで覚えたのかわからないぐらい今時女子なんです。なんですが、フォルダを開いた時にあまりにも下娘が乗りすぎていて、思わずその場のお客さんに見せてしまったんですけれども、いやいや撮りすぎですよね。いつの間に撮ったのか分かりませんが、本当にまた笑わせてもらいました。そして前にも動画でお話をしていたんですけれども、料理を全くしなかった私の旦那がですね、最近すごくこうちょっと料理にハマってしまって、すごく知れてはいるんですけれども、いろんなものを作るようになってくれたんです。先日も私がサロンでの仕事が遅くなってしまった時に、急遽子供たちのお迎えに行ってもらって、私を待っている間におやつのこうサンドイッチを作ってくれたみたいで、サンドイッチといっても単純にハムとかその卵とかをパンに挟むサンドイッチではなく、そのパン自体を焼いて、何かこうおしゃれにレタスとかと一緒におしゃれなカフェで出てきそうなサンドイッチ風に作っていたんです。そのサンドイッチを美味しそうに頬張る中娘と下娘の写真を撮って私に送ってきてくれたんですが、本当にどんどん腕を上げていく旦那、毎日ではなく気まぐれなんですけれども、褒めて褒めて褒めまくって、これから毎日作ってくれるように仕込んでいきたいと思います。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。